田園調布。田園調布は、東京都大田区の町名。大田区の最西端に位置し、世田谷区最南端に隣接、西側を流れる多摩川を、都県境として、神奈川県川崎市中原区の東側にあたる。日本の高級住宅街として有名。なおこの校は、田園調布本町と、田園調布南も合わせと述べる。郵便番号は、 田園調布が145の0071、田園調布本町が145の0072、田園調布南が145の0076。田園調布は、1918年、大正7年に、実業家、渋沢栄一らによって立ち上げられた、理想的な住宅地、田園都市の開発を目的とする、田園都市株式会社により、開発、1923年、 大正12年8月から分譲された地域である。現在の大田区田園調布の大部分の地域が、第一市低層住居専用地域と、第二市風地地区であり、日本有数の高級住宅街である。大田区田園調布以外に、田園調布本町、田園調布南の住所表記もあるが、旧、大森区田園調布に相当する地域で、大田区田園調布の南側に位置する。 また隣接する世田谷区側に多摩川田園調布の表記があるが、田園都市株式会社が多摩川大住宅地として田園調布と一体に造成、分譲を行った地域である。現在の大田区田園調布は1丁目から5丁目からなり、広さは約63万坪、約205万平方メートルである。田園調布と表記のつく地域は、 電園調布駅周辺の電園都市株式会社が開発し分譲を行った地域とこの分譲に合わせて周辺の地主が土地区画整理組合を結成して宅地造成した地域の2つからなる。前者は現在の2丁目の一部、電園調布駅の東側、3丁目、4丁目の一部、及び玉川電園調布の一部からなる約30万坪。 約100万平米であり、土地区画整理組合によって、宅地開発が行われたの1丁目、2丁目の一部、4丁目の一部、5丁目、田園町府本町、及び田園町府南である、前社の大田区の部分の町内会が、社団法人田園町府会となっている。高級住宅街のイメージで語られる、際の田園町府とは、 田園調布駅西側に広がる線上の街路付近の大田区田園調布3丁目、4丁目の一部、及び世田谷区玉川田園調布の一部を中心とした一帯様子が、かつては田園調布1丁目から2丁目にかけての国分寺崖線に面した部分、及び田園調布4丁目から5丁目にかけての玉川に面した国分寺崖線のあたりに大邸宅が集中し、 現在、玉川駅周辺の斜面に点在するマンション群はその名残である。大田区田園調布は昭和30年代初頭に住居表示変更が行われ、1丁目から5丁目だったのが1丁目から7丁目に変更された。さらに1970年昭和45年に地盤改正が行われ、 中原街道から北側の田園調布3丁目から7丁目を1丁目から5丁目に中原街道と東海道新幹線と品、鶴線、現、横須賀線に挟まれる田園調布2丁目を田園調布本町、線路の南側の田園調布1丁目を田園調布南と表記変更した。大田区田園調布には北から東急東横線と 東急目黒線が乗り入れる田園調布駅と、この2線に加え東急玉川線の始発駅でもある、玉川駅があり、田園調布本町には、東急玉川線の沼辺駅がある。田園調布には、東京都内で、最大規模の古墳である江原大古墳群のうち、田園調布古墳群があり、江原大古墳群で最古の宝来山古墳と最大の、吉光山古墳がある。 開発当初は日本の都市に新たに出現した中堅層向けの住宅地であったが、田園調布に居住しこの町の開発を推進した渋沢栄一の子、渋沢秀夫によると、私は田園調布の西側に半円のエトワール型取り入れてもらった。この分譲地のサイトプランを依頼した矢部金太郎君に注文をつけたのであると、エトワール型の道路を作りがい路地を植え、 広場と公園を整備し、庭を広く取り、緑地の一部とし、街全体を庭園のようにするなど、良好な住宅環境であったことから次第に評価が高まった。また国分寺が気仙の良好な地盤の上にあることから、関東大震災後に都心から多くの人が移住した。開発当初からの駅西側に広がる線上に整備された区画一帯は、イチの並木と相まって、 高級住宅街としての趣きを備えている。地元自治会としては1926年、大正15年に設立された社団法人田園調布会があり、住宅の新改築に際しては厳しい制限を求め、環境保全に努めている。大田区役所及び同法人によると、田園調布が日本で初めて庭園とし、ガーデンシティとして計画的に開発され分譲された。 地域であるとされている。退避される、兵庫県芦屋市六六総町は1928年、昭和3年から、お屋敷町として、数万坪が開発されたが、田園調布では、田園都市株式会社により外全体を、庭園、つまり、田園都市、ガーデンシティにすることを目的に、約30万坪、約100万平方メートルが開発されており、 開発コンセプトは全く異なっている。東急東横線、目黒線が通る玉川駅の東側、田園調布一丁目に約3万平方メートルの広さの田園調布、せせらぎ公園、旧玉川園遊園地の一部があり、玉川駅の西側から玉川の河川敷との間、一丁目と四丁目に約6万6千平方メートルの広さの玉川大公園が、 そして三丁目には大正時代末期からある宝来公園があり、第二主風地地区による建築制限と相まって良好な住環境が整っている。田園調布一丁目、二丁目の主要区画道路には桜並木が植えられ、ちょうど学校の始業式の季節には満開の桜が花のトンネルのようであった。現在ではその多くが老木となり、最盛期よりも減ってはいるが、 開花期には美しい花を咲かせている。戦後には、長島シュオなど著名人が多く住み、1980年代には、星セントルイスのギャグのネタ、田園調布に家が建つにもなった。大正時代に渋沢栄一が中心となって、イギリスで提唱された田園都市構想をモデルとした。その理念は、都市の外側を田園や緑地帯で囲み、 企業も誘致し、交通渋滞や、公害のない住宅環境に優れた都市を建設するというものである。田園調布の駅前広場を中心に放射状に伸びる街路は、当時のヨーロッパの都市に見られた特徴をそのまま取り入れた名である。日本の田園都市建設の参考とするため、渋沢秀夫が田園都市視察のため1919 19年、 大正8年8月から欧米11カ国を訪問した。その時の改装機によると、エベネザー・ハワードがロンドン郊外に創設した田園都市レッチワースよりもサンフランシスコ郊外の高級住宅地セントフランシスウッドの街並みを田園都市建設の参考にしているようである。また、分譲当時の田園都市案内パンフレットの中の理想的、 住宅地によると、日本の田園都市を建設するにあたりとある。都市、蒸気のごとき、住宅地を単に郊外市と呼び捨てるのはあまりにも物足りなく思います。天然と文明、田園と都市の長所を結合せる意味において、同じく田園都市と呼ぶのも、あながち不当では甘いと思います。そして我が社の田園都市はすなわちこの種類のものなので、ありますと結んでいる。 つまり、ロンドンのレッチワースは、住宅街に隣接して、工業地域を作り、住宅街の周囲を農業地域が取り囲み緑地帯にしたのに対し、日本の田園都市ではそれらを作らず、街全体を庭園とし、ガーデンシティとすることを建設の目的としたのである。実際に、田園調布の西側に、半円のエトワール型の道路を取り入れ、採算を度外視し、 道路面積だけでも街全体の18%に達しており、また広場と公園を整備し、良好な住環境を提供している。また、田園都市案内パンフレットには、理想的な住宅地である、田園都市において、住宅建設をする上で守るべき条件として、を挙げている。そして、これらの理念及び建築の基準は、現在の田園調布において、 社団法人田園調布会及び大田区都市計画による田園調布検証、環境保全についての申し合わせ及び大田区田調布地区計画などにより受け継がれている。1950年、田園調布南に開校した東京都立大田高等学校は、1953年2月に東京都立田園調布高等学校に改称している。 田園調布学園中等部、高等部は1926年開校の調布女学校に起源を持つ私立の女子校である。戦後の新制度に適合して、調布中学校、調布高等学校となったが、2004年4月に、現校名に改称した。学校敷地は、世田谷区東多摩川にあるが、パ八通りを挟んで、田園調布と隣り合っており、最寄り駅は東急東横線。 目黒線の田園調布駅である。警察署や消防署は当初東調布警察署、東調布消防署を名乗っていたが、1987年昭和62年12月に警察署が1994年平成6年11月1日に消防署がそれぞれ田園調布隊と解消した。ただし田園調布警察署は、 田園調布一丁目にあるが、田園調布消防署の所在地は、雪ヶ谷大塚町である。なお、田園調布を関した施設には他に、田園調布郵便局があるが、その所在地南雪ヶ谷であり、これら警察署、消防署、郵便局の三社は中原街道と環八通りとの交差点、田園調布立橋を囲んで向かい合って存在している。田園調布一丁目には、 1925年、大正14年に温泉遊園地玉川園がオープンし、戦前は温泉と劇場、遊具を備えた総合娯楽施設であった。戦後は遊園地となり、昭和30年代には年間90万人を超える観光客を集めたが、レジャーの多様化と共に衰退をたどり、1979年、昭和54年に閉園した。 跡地は一時テニスクラブとなったが、現在は、田園調布セセラニ公園と宗教施設に分割されている。田園調布二丁目の田園調布、小学校南側には、慶応大学の野球場が設置されていたが、1936年、昭和11年に、一部は多目的スタジアムである。田園コロシアムに、残りの土地は、田園テニスクラブに再整備された。田園コロシアムでは、 テニスのデビスカップをはじめ、コンサート、プロレス、ボクシングなど、大きなイベントが開催されたが、施設の老朽化に伴い、1989年、平成元年に閉鎖解体された。跡地は、マンションとなっている。田園調布3丁目の玉川大公園南側には、調布浄水場があった。玉川の調布取水石から水を汲み上げていたが、水質の悪化により、 1967年、昭和42年に廃止された。跡地は隣接する旧東急、将来層敷地と共に、玉川大公園に組み込まれている。なお玉川田園調布には、同じく、調布取水石を利用し、より規模の大きな玉川浄水場があるが、ここも水質の悪化から休止中である。田園調布4丁目の玉川大公園公共下の玉川河川敷に、 巨人軍玉川グラウンドがあった。1955年、昭和30年に、読売ジャイアンツが国有地を借り受け、ファームの本拠地、練習場として使用していたが、読売ランドに新施設が設置されたこともあり、1998年、平成10年に国に返還された。現在は野球場として一般に開放されている。田園調布5丁目を中心に、4丁目。 玉包一丁目にかけての玉川とマリコ川との間の低地に玉川温室村があった。1930年代にカーネーション、スイートピーを中心とした夏季、高級果実栽培が広り、最盛期には4ヘクタールを超える温室農園が立ち並んだ。しかし戦後の宅地開発とともに温室の数は減少し、1980年代には大部分が姿を消したが、 現在でも数軒の農園が存在する。玉見一丁目の東急バス停、玉川温室村の由来である。2017年、平成29年12月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。区立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。